お元気ですか？ボクシルです。今回は BBM オリックスバファローズベースボールカード2024開封動画後編の9パック開けていきたいと思います。それでは早速ね、開封していきたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。吉田輝星投手の、ね、カードでございます。前編でもお伝えした通り、日本ハムファイターズから、トレードで加入してきました。大里輝星内野手でございます。でこちらがですね、ちょっとお待ちくださいね。手袋をはめてるのでなかなかね、カードが取りにくい状況でございます。はい、広岡大志、内野手でございます。読売ジャイアンツからトレードで加入してきました。で過去にはね、ヤクルトスワローズにも在籍しておりました。田島、大輝投手でございます。鈴木浩志投手でございます。渡辺春人、外野手でございます。池田龍馬外野手でございます。2袋目でございます。井口和智投手でございます。過去には、北海道日本ハムファイターズにも在籍しておりました。こちらは、頓宮裕真捕手でございます。吉田輝星、投手でございます。で、これはラオフクでございます。杉本外野手と福田外野手の、ね、カードでございます。森友哉捕手でございます。で宮城大弥投手のカードでございます。山崎総一郎投手でございます。3袋目でございます。こちらは西川龍馬外野手でございます。河内康介投手でございます。小田裕也外野手でございます。失礼いたしました。野口智也内野手でございますのキラーでございます。あ、ごめんなさい、野口智也内野手はこちらでございましたね。またカードがね、くっついておりました。池田龍馬外野手のこれこちらキラーでございます。でこちらが、ムクノキレン投手でございます。で直筆サインカードが出ましたね。こちら池田、大輔選手の直筆サインカードでございます。でこちらがね、60シリでございます。はい、4袋目でございます。石川亮捕手でございます。かつてね、日本ハムファイターズにも在籍しておりました。北亮と外野手でございます。義母翔
内野手でございます。山田信義投手でございます。比嘉元樹、投手でございます。福田周平外野手でございます。の木田でございます。で、こちら、曽谷雄平投手の、ね、カードでございます。5袋目でございます。広岡大志、内野手の、カードでございます。茶野徳正外野手でございます。横山誠也内野手のこれキラでございます。で、エスピノーザ投手のこれはカードでございます。太田亮、内野手でございます。紅林幸太郎内野手でございます。こちらでございます。で、山下俊平太投手でございます。6袋目でございます。ちょっとね、ちょっと私のビデオカメラの方にね、ちょっとね、ぼやけておりますが、その辺はご了承ください。宗龍馬内野手でございます。椋木蓮、投手でございます。ちょっとごめんなさいね、カードがちょっとね、取れない状況でございます。山下俊平太投手のね、カードでございます。西野徳正内野手でございます。エスピノーザ投手のこちら、キラでございます。本田ひとみ、投手でございます。で、横山誠也内野手でございます。7袋目でございます。広岡大志内野手でございます。で、リアンドロセデーニョ内野手でございます。田島大輝投手のこちらキラカードでございます。で、こちら守り神でございます。比嘉投手と平野投手のこれカードでございます。で、山田信義投手でございます。石川龍馬外野手でございます。エスピノーザ投手でございます。8袋目でございます。川内康介投手でございます。福永翔捕手でございます。安達陽一高知県内野手のカードでございます。で、権田雄星投手のキラでございます。で、こちら、宮暮という、ね、カードでございます。こちらがね、宮城投手と紅林内野手のカードでございます。
斉藤京介投手でございます。で、山下俊平太投手のねカードでございます。で、最後の9パック開けていきたいと思います。大里康生内野手でございます。で、無鉄壁のカードですね、中川内野手と宗内野手のこれカードでございます。小田島清流投手のこれキラでございます。斉藤京介投手でございます。で、こちらがですね、宮城弘也投手のカードでございます。で、西川龍馬外野手のカードでございます。広島カープから FA で加入してまいりました。で、最後は曽谷雄平投手のカードでございます。以上で DBM オリックスバファローズベースボールカード2024の開封動画後編の9パック開けて、ね、開けてます、オリックスバファローズのね、2024開封動画後編9パック終わりたいと思います。ちょっとね、またね、滑舌がね悪くて申し訳ございません。で、最後はね、こちらね、直筆サインカードをね、出して終わりたいと思います。で、直筆サインカードじゃなくて、ね、プロ野球カードは、7月31日までね、ちょっとしばらくの間お休みさせていただきます。その間はですね、ライブやショート動画でね、頑張っていきますのでよろしくお願いします。で、またね、私の、サブチャンネルを、僕の料理チャンネルでは、毎日の夕飯動画や毎週水曜日に上げております食動画で、気まぐれで上げていますショコボールチャレンジなどやっておりますので、こちらもぜひよろしくお願いします。またメインチャンネルでもメンバーシップ限定で私のラジオをやっておりますので、興味のある方ぜひね、よろしくお願いいたします。で、先ほど言った通り、ちょっとね、開封動画はしばらくお休みさせていただきます。申し訳ございません。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。